徳さんです。本日は先日行われた試合の内容をお届けしてまいります。主務のもとに対戦のメールが来たんですけども、聴覚に不自由がある選手で作ったチームと、まあ、過去実績も踏まえて全然申し分ない素晴らしいチームだということで、ぜひお願いしますということで対戦してまいりました。ぜひご覧ください。本当に素晴らしいチームでした。どうぞ。はい、それでは試合です。相手ピッチャーはコントロールは最初ちょっと定まってはいなかったんですけども、まっすぐに力があるなという印象がありましたので、この場面はまっすぐ1本張って待っております。はい、初球ストレート。はい、2球目もストレート。この高さ非常に力がある感じしましたね。ここを打たなきゃいけないという感じでした。狙い球は間違ってなかったんですけど、ちょっと早すぎたかもしれませんね。はい、ここでスライダーが来て 2-3。 ここでしっかりと見極めていくことと甘い球を見逃さない、この2つ考えてます。はい、しっかり見送ってフォアボール。はい、そして2打席目です。ピッチャー変わって、力のあるまっすぐ縦のスライダー、これが武器の投手ですね。はい、まっすぐ2つ続いて2ストライク、ややストライクゾーン広げてます。はい、これ縦のスライダーすごく切れてましたね、このボール。そして最後外のスライダーを打ったんですが、サードフライ、ちょっと開くの早かったかなという印象を受けました。はい、そして3打席目です。先ほどの打席で体の開き、これが感じたので、やや修正しながら打席に立ってます。はい、初球ストレート。この時ランナー走ってランナーが2、3塁。2球目はスライダー。はい、ここでチェンジアップ系のボールです。これでカウントが2ボール1ストライク。ここは甘い球をしっかりとアジャストしていくという感覚です。はい、そして4球目ストレートをセンターに弾き返して2点タイムリーヒット。はい、外目のボールだったんですけども、前の打席体の開きがあったということがありましたので、そういった開かないような意識がセンターへ持っていけた要因かと思います。まだまだ微調整が必要なので、これからも頑張ります。はい、ちなみに守備の時こんなプレーがありました。相手の好走塁でランナー3塁のピンチ。この状況バッテリー含めて守備は全くケアをしてないわけではなかったんですが、ここで意表をつくセーフティースクイズ。このバントの角度、殺し方、これ完璧でしたね。うちの兄貴もやられたというような感じでした。はい、実は私中学時代に後輩で同じように耳が不自由な選手と一緒に野球させていただいたことがあるんですけど、我々今通常耳が聞こえてるんですけども、耳が聞こえないだけですごく野球が難しくなるそうなんです。というのは外野フライ一つにしても内野ゴロ一つにしても、打球を目で追っているだけではなくて耳で打球音の強弱、これで飛距離を本来僕ら測っているんです。だけどそれがなくなることで遠く飛んでいるのか近くに飛んでいるのかが判断が非常に難しくなるそうなんですね。また琉球ブレイブスさんとは今年オープン戦やりましょうということでお話もさせていただいております。その試合一番を打っていた方がなんと元独立リーガーで、去年までやっていたそうです。でその方が、僕のところに来てですね、公式で打っていたので軟式だとうまく打てませんという質問をされたりですとか、恐縮ながらですねアドバイスさせていただいたんですけれども、まあ、耳が不自由なんですけれども、ゆっくりと口を動かしていくことで相手はその口を見て読み取っていくということで、しっかりと理解されて、変えられました。本当に野球に取り組む姿勢も含めて本当に素晴らしいチームだなというふうに思いましたし、我々も見習っていかなきゃいけないなというふうに感じました。また
対戦よろしくお願いいたします。本日の動画は以上です。以上、特産 TV でした。ほいほい。